天井側は、兵庫県神戸市東灘区を流れる二級河川。兵六甲河川群の一つ。西は、住吉川、東は、高橋川が隣接する。上流は、ハブ国、八幡谷として、六甲山腹の内越山、七兵山、近朝山南斜面の渓流を集め、阪急神戸線に達する手前で右岸の瀬谷川と、大谷川、 中谷川の合流した西天井川を合流。下流は、住吉川と足谷川両河川の形成する、扇状地に挟まれた、川なり定地である、本庄定地を南南西方向へ、海岸線と垂直に直流する。国道2号の南側で小さく蛇行した先は、魚崎地区と青木の境界としてそのまま、大阪湾へ注ぐ。河口の砂岩は、ショッピング施設。 サンシャインは福岡部である。名前が天井川と紛らわしいが、現在は自然堤防は国道2号の南側の堕行部にわずかしかなく、住吉川、芦屋川、石屋川といった周辺主要河川と同様の天井川地形を有さない。川の側壁と川底はコンクリートで塗り固められている。明治の頃の東灘区域、西から東へ不自然な川筋が流れる。 天井側の名前はかつて天井側であったことに由来する。もともとこの川筋には現在は支流の一つとなっている大谷川が独立した水系として走っていて、旧来の天井側は東隣の高橋川へ流れ込んでいた。下流には 1km にもわたる上履性に従って、 人工的に東西に流れを変えられたと見られる横川があった。高く堆積した土砂による自然堤防は交通の障害となり、付近は常に氾濫の危険をはらんでいた。江戸時代の教皇9年の横川川田中の村、庄屋官平岩所からは横川の付け替えが計画されたことが見え、また、原文3年にも同様の横川川医療所につき6河村工場所が、 出されている。その後の経緯を伝える資料がないためつまびらかではないが、この時には付け替えは実現しなかった。昭和2年になって、ようやく天井側は大谷側に接続されて横側は廃川となった。この工事によって天井側は流路を変えられる、以前の球体に服したとも言える。天井側には上流にある六甲山系の山から野生のイノシシがたびたび、 下ってきており、そのイノシシに対する餌付けが問題となっている。また、増水時に川の中に取り残されることもある。ありがとうございます。